吉谷さん、F x なんですけども、まあ、本当にね1年2年3年というふうに、まあ、学業のようにやったら、まあ、大抵うまくいくんじゃないかなと思いますけどもでも学業を振り返ってみたらね中学1年生で数学とか数二とか大数幾何とか微分析分とかって進めるじゃないですか。ででも、どこかの段階で数学に苦手意識を持って やらなくなると、そっから先のね、数学っていうのは多分進んでいかないんですよ。まあ、例えばね、あのー、微分積分とまでいかなくても。その前の段階で、その代入帰化とかね、あの辺がありましたよね、確かね。で、あと展開とか、あったじゃないですか。あれで挫折すると、その先もう進めないから、数学の授業っていうだけでも、最初から苦痛なんですよね。だから、授業って、単体でできてるわけじゃなくて。以前のものをクリアするから、次も進める。 次をクリアしたから次も進めるみたいな感じで積み重なっていくんですよね。FX も同じで土台を抜きにしていきなりトレードから入るとかね、いきなり大きなロットをいけるってことはないんですよね。そういうとこじゃないかなと思います。英語もきっと一緒ですよ。中学の英語で挫折したら高校の英語はもっと難しい。高校の営業英語がダメだったらその先なんてとても進めないということにはなると思うんですよ。だから FX も最初の暗記で挫折する人がね、 実際のトレードで勝てるわけがないんでですよトレードで勝ってる人は少なくとも基礎用語っていうのを全部マスターしてで一定の理論リクスもきちんとね経験してっていうところなんでまあ私もそうですけども FX の専門用語対決とか専門用語クイズとかやったら大抵勝ちますよ。<laughs> じゃないとトレードで勝てるわけないじゃないですか。じゃそののテクニカルの方法を つつずつ講義しててくださいって言わわれたら、私でできるわけですよ。それこそ何時間も何時間もできると思いますよでもトレードで勝てない人ってその抗議ができないでしょ以前 FX の,その私のねリアルセミナーで参加者皆さんで FX の抗議を10分でもいいからやりましょうみたいなことをやったんですけども十分な日程はあったのにやっぱりねできない方がほとんどだったんですよねでそこでできないってことは次の段階に進めないってことなんですよだから勝てないってことになるんですよね だからこの前億万長者合宿でもありましたけどもその放送の中にあなたを出しますのであなたのことを紹介してくださいみたいな商品を用意しててくださいと媒体はこちらの方が使えますからっていうふうにやっても商品そのものがまずできてないんで何もできなかったですよねだからやっぱ土台を積み重ねていかないといけないあの千里の道も一,も一歩って言いますけども一歩目を踏み出さない人がねいきなり10歩目からスタートとかないわけですよ だからビジネスっていうのはあの同じようにねまず週に1,000円を稼げるところから始めましょうみたいな小さな目標から潰していくことかなと思うんですよまさに千里の道も一歩本当にそれに尽きるかなと思います自己アフィリエイトをねなめていて自己アフィリエイトのセミナー一つできない人がじゃあどんな難しいセミナーに挑戦しようとしてるんだってことですよねで商品10万円のものが作れません10万円の商品が売れませんっていう人1万円のどうですかね 1,000円のはどうですかって100円の商品作れませんかっていうふうに切り刻んでいくと1円の表商品すら作らないわけですよ。まあ現実1円の商品っていうのは作らないと思いますけどもじゃあね1,000円の商品作ってますか売ってますかっていうところをよくよくいかないと僕は長者にはなれないんじゃないかなと思うんですね。